皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。4月9日土曜日、本日は心の眼鏡を使い分けようという題でお話しいたします。まあ眼鏡って言ってもいろいろありますよね。老眼鏡に顕微鏡、望遠鏡、天体望遠鏡まあこういうレンズを使い分けてね、人生を見ていく、まあそれは心の目というかね、そのレンズですから、まあ年を取るとね、遠くのものが見える、でも近くのものが見えない老眼鏡にお世話になる。で、人生に疲れてね、今この時この状況が見えなくなる、心の老眼になった人、客観的にね、今がどれだけ素晴らしいか、それを身近なところを見える心の老眼鏡をかけましょう。そうするとね、過去や未来がこうぼんやりしてきてね、ああ今は最高だってこう見えるようになってくる。まあ祈りでありね、それは神の視点ですよね。見よ、今は恵みの時、救いの日とあるようにね、今の素晴らしさ、それは老眼鏡です。そして皆さん、このね、間違った眼鏡をつけていたら外しましょう。赤い眼鏡をつけるとね、全てが赤く見えます。否定的なマイナスの不満の眼鏡をつけるとね、全てがね不満に見えてくる。感謝の眼鏡つけるとね、全てが感謝になる。まあこれにはですね、次にね、顕微鏡、私たちの小さな感謝すべきことを顕微鏡で見るように、あのコロナをしっかり見ることができるようにね、私たちのちっちゃなことをね感謝する。主のよくしてくださったことを忘れるなってこう言いますね。そして私たちのね、どうでもいいガラクタ、そういうものを忘れる。顕微鏡は感謝すべきことを見つけ、不平不満を言う材料が見つかったらそれを忘れる。皆さん、それはね、祈りが鍵ですよ。で、今度はですね、望遠鏡も使ってみたらどうですか。未来の希望が見える。そう、イエス・キリストにあって希望がある。あー、いいな、将来に希望がある。まあ教会は閉塞感だとかね、コロナで大変だとかいろいろ言いますけどね、いやー、 1% のもの人たちがね、教会に来て救われてね、そして私たちは望遠鏡を見て、もっと先を見てね、未来にはリバイバルが来る。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされたものでもありません。ただ捉えようとして追求しているので、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。信仰は望んでいる事柄を確信し、まだ見ていないものを確認することである。心の望遠鏡は未来の希望を見る。そしてこの希望は失望に終わらない。最後に天体望遠鏡も使ってみたらどうでしょうね。まあ自分の感覚というその裸眼、それが正しい感覚であるかのようですけれど、当てにならないものです。私たちのこの地球もですね、止まってるように見えます、感じますけどね、ものすごいスピードでぐる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 回ってるんですよ。まあ時速1700キロですよ。まあどんなに走ったってね、もう飛行機なんかよりも速いんですよね。でこんなね、地球や宇宙の中で自分は一体どこから来て、何のために生きてるのか、そしてどこへ行くのか、正解空に理解するためには心の天体望遠鏡が必要ですね。私たちは神によって作られ、
神に生かされている。しかしアダムとエヴァは罪を犯した。その子孫である私たち、アダムとエヴァと共に私たちも死んでいる。でも心の天体望遠鏡はですね、イエス・キリストの十字架を指し示す、見せてくれる。キリストを信じ救われ、キリストと共に死んで、キリストと共に生きる、そういう生き方があるんですよ。皆さん、老眼鏡、顕微鏡、望遠鏡、天体望遠鏡、それぞれを使い分けてね、行こうじゃないでしょうか。そうするとね、私たちは適切に、まあそれはね、そんなことがこと聖書に書いてあるわけじゃないですけどね、祈りによって私たちが見るべきものを見ることができる。神によってですね。いつまでも使徒、私の心が弱り果てる時も主は知っておられる。歩むべき道をあなたは見てを開き、私を助けてくれた。力と励ましをくれた。御国の栄光の輝きに包まれて、私は生きてゆく。いつまでも主と。本日の動画はここまでです。しっかりと心の眼鏡付け替えてね、それは祈りによって見るべきものを見せていただき、いつも感謝し幸せに生きていきましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。